どうもこんにちは、山本です。はい、今日からですね、何回かこう新シリーズということでお話しさせていただければと思います。それはですね、何かと言いますと、伝統についてです。伝統、まあ、伝統についてちょっと考えてですね、何度か、お話をさせていただければと思います。で、この伝統、まあ若い時はですね、まあね、なんか伝統ってこうちょっと、古臭いっていう感じがして、まあなんかこうダサいとか恥ずかしいとかっていう風に、まあ私も、正直思ってました。で、よくあるのがこの会社だとかお店だとかっていうものを、まあ親から、受け継いで、行くっていう時に、嫌だよとかですね、いう感じになって、まあ、家を飛び出してですね、まあ、自分なりの新しいことやるんだけども、やっぱりこう生まれ育ったですね、家の家業を継ぐっていうことが、まあ、ある程度のこう年になってくると、かっこいいなとか思ったりとかですね、して、まあ、家業を、まあ、受け継いでいくっていうようなことって、まあ、結構こう巷でよく聞く話だと思うんですよね。で、こう何もですね、この伝統っていうのは、まあそんな感じでですね、まあ例えば歌舞伎だとか、能とか、まあ一家総伝っていうんですか、まあそういったようなものだけで、まあ、まあ伝承していくようなものではなくて、まあ例えばですね、まあ父親と同じこう小学校、中学校、まあ卒業していくっていうのも、この学校にはですね、まあ長いこう、まあ伝統、歴史がありますんで、まあその中で、まあ勉学に励むといったようなこととか、まあ神社にですね、こう初詣にこう行ったりとかすると、この由緒正しいこの神社の建物とかですね、まあこの境内の雰囲気、まあ、こういう伝統にこう触れるということが、まあ大事になってくるのかなと。この触れるっていうことがね、ですね、まあ何も自分でこのやってみるっていう以外にも、まあ触れるっていうことも、まあ大事なこう要素なのかなというふうに思ってるんですね。まあ特に最近は、もうこの例えばこう神社にこう、まあ初詣以外は行かないよとか、まあ、逆に初詣なんかも行かないよっていう人も多分増えてきていると思いますし、まあ核家族化の影響だったりするんして、まあ同じ学校にこう通わないとかですね、まあもっといくと父親母親がまあ生まれ育った場所じゃないところで、まあ生活を新しくまあスタートするっていうのも、まあかなりこう増えてきますんで、まあなかなかこの伝統に触れる機会っていうのが、まあないのかもしれないですね。まあでもですね、この地域のこの活動だとか、まあ神社の中でのこの行事だとか、まあそういったようなものは、意外とこう門戸がこう開かれていて、誰でもこういいです、はい、もうウェルカムな状態なんで、まあそういうようなところに、まあ、飛び込んでみると、まあちょっとの勇気があればこう飛び込んでいけて、その伝統に触れることができると思うんですね。で、うちの町会はまあ今100年前からまああったというような、記録残ってますので、まあおそらく祭りだとか、まあ当時みこしがあったかどうかはわからないですけども、まあ祭りはですね、まあ100年続いてるんではないかというように思うわけですね。そうなってくると、この祭りに参加するっていうことで、こう先輩から受け継いだものを後輩にまた、伝えていくっていうような、この伝統の受け継ぎですね。この中に入れて、生きていくっていうことが、まあ、できるわけですね。まあこう勇気出して飛び込んで、そこに何か新しいものがきっとあると思います。それは
まあ、今回はこう伝統という言葉をテーマにですね、まあ、皆さんにちょっとお伝えできればなというように思います。はい、で今日はまだ、序章なので、まあ、次回からですねこの伝統をテーマにしたことを、まあ、少しずつこうお話を、まあ、したいなというように思います。まあ、今日1回目なんで、まあ、3回ぐらいはですねなんかいろいろ考えてその内容についてお話できたらなというように思います。まあ、それでこの教会にこう入りたいとかですねちょっと興味があれば、まあ、何か行事の時にですね少しこうボンとこう押してあげるような内容の動画にできたらですね、まあ、そこから一緒になってこう伝統を、まあ、皆さんと、まあ、作り上げていけるのかなというように思ってますので、まあ、この放送を見ていただけたらですね、そういったようなことも、ぜひ考えていただければと思います。それでは今日は以上になります。チャンネル登録とあとお友達でですね、こういうことやってるよというのがあったらぜひ教えてあげていただいて、チャンネル登録といいねのボタン押していただけると、励みになりますので一つよろしくお願いいたします。じゃあどうも今日はありがとうございました。